表彰状、吉田沙織殿、あなたは日々の修練、努力の積み重ねにより、世界選手権大会、オリンピック競技大会を通じて、世界大会13連覇というレスリング競技史上、人未踏の偉業を成し遂げられるとともに、この日、着物姿で総理官邸を訪れた女子レスリングの吉田沙保里選手。 野田総理から国民栄誉賞を授与されました。今回表彰状のほかに送られたのが金色に輝く大きな盾。と、そしてもう一つ。ご, <laughs> ご要望の。<laughs> のパーこれ十三連覇でした、ね。十三ミリで。作った特別のあ。ありがとうございます。はい。す 記念品として贈られたのは金色のパールネックレスそのパールの上にはオリンピックの成果をイメージした装飾が施されています国民栄誉賞が創設されたのは昭和52年35年の歴史の中で吉田選手が20件目の受賞となります女性スポーツのフロンティアを開拓し多くの国民に深い感動と 社会に明るい希望、勇気を与えました。よって、ここに国民栄誉賞を贈り、これを表彰します。おめでとうございます。